キューティクル全開。どうぞ。よろしくお願いします。そろそろね、頭脳出血でも起こすんじゃないかと思ってます。はい。そろそろね、タイトル通り、質問を募集しようではないかと、俺はね、ついに思ってしまったので、2016年一発目のウマヅラビデオ質問コーナーをね、始めたいと思います。いや、まだ始まんないですけど、はい。いや、もう前回はね、前回ゲス質問を募集しますって言っちゃったので、いや、もうとんでもないコメントばっか来ましたですね。ウマヅラさんは童貞なんですかっていうコメントをね、あの、少女みたいなやつから来たりとか、ウマヅラさんはキノコ何本生えてるんですかとかね。いや、うん。一本で決まってんだろうかよって話なんですけど。あとはね、一日にトイレ何回行きますかってね。いや、お前は泌尿器科の先生かっていうね。そんなコメントしか来なかったんですけど、いや、今回の質問コーナーのコンセプトとしては、やっぱり面白い質問を募集しようかなと思います。前回もゲスイ質問くださいって言ったら、まあ、400件以上のコメントが来てですね、いや、本当にもう皆さんありがとうございます。本当にゲスイの、本当にね、皆さんはゲスイな、そう思って。いや、でもね、400件いただくとさすがに全部にお答えすることができないんですけど、まあ、今回も全部にお答えすることができないと思うんですけど、まあ、なるべくはお答えしちゃいなと思ったんで、皆さんがね、面白いコメントくれれば、俺も面白い返しができる。要するに、この、二人でプリキュアみたいな、うん。まあそういうことでね、皆さんと僕とで盛り上げていければいいなということで、で、あの応募期間とかはもう未定なんですけど、とりあえずなんか俺が質問コーナーだよっていう動画をアップするまで募集しようかなと思いますので、まあ適当にじゃんじゃんコメントを書いてもらえれば、ウマンボウちゃんはねハッピーですよと。いやーにしてもね、前回のコメント本当に下水ですね皆さん。ちょっと注意事項なんですけど、あのよくね、何なんですかとコメントが来るんですけど、あれ全然面白くないって。あれはね、もう本当に面白くないので、もうだからやめてもらえばいいなって感じを思ってるんだけど、まあ皆さんのことだからね、送ってくるんじゃないんですか誰かは。うん。いや、あとはね、前々回に今校内射牛っていうね、まあ、謎の四字熟語みたいなのいただいたりとか、あとね、ほくろ取ったんですかとかね、いやもともとねえわって感じなんですけど、いや今回はね、それを上回るやっぱ面白いもの、まあいや、そんなことはね、皆さんからたくさんの募集をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あ、目が見えない。前髪邪魔。うん。蛍原。似てねえわ。